皆さんこんにちは。ハンマー投げの五輪金メダリスト室伏広治さんは実はかなり複雑な家庭に育った人物だということをご存知でしょうか。今回は室伏広治さんの私生活を中心に深く見ていきたいと思います。室伏広治さんは1974年10月8日生まれ、静岡県沼津市の出身です。室伏広治さんといえば21世紀の日本陸上界を代表するアスリートでした。現役時代の室伏広治さんは日本陸上界で数少ない世界レベルの選手であり、五輪や世界陸上競技選手権大会ともなれば常にメダルを期待される立場にありました。室伏広治さんが初めて世界大会のメダルを獲得したのは2001年にカナダ・エドモントンで開催された第8回世界陸上競技選手権大会でした。同大会で室伏広治さんが獲得した銀メダルは日本の投擲競技界においては初めての世界大会のメダルとなり、まさに日本投擲競技界の歴史を築いた存在が室伏広治さんだと言えます。輝かしい実績を次々と残した室伏広治さんですが、2016年6月に競技生活を引退し、その後東京医科歯科大学の教授と東京五輪組織委員会のスポーツディレクターや理事などを兼任しました。現在は第2代スポーツ庁長官を務めています。室伏広治さんは実はアレクサンダーというミドルネームを持つハーフです。日本のスポーツ界で1位2位を争う知名度を誇る室伏広治さんですが、ハーフであるという事実は意外と知られていないことかもしれません。室伏広治さんがハーフであることをあまり知られていない理由を考えると、本人がハーフアピールを特にしていないことや日本人顔とも見られるため、見た目でハーフとわからないことなどが大きいのではないかと思われます。室伏広治さんがハーフアピールをしない理由には母親との複雑な関係なども影響してきているため、マスコミや周囲も触れにくいことであるといいます。室伏広治さんの父親はハンマー投げの五輪選手だった室伏重信さんです。父重信さんは室伏広治さん以前のハンマー投げの日本記録保持者というだけではなく、1972年のミュンヘン五輪から1984年のロサンゼルス五輪までの間、日本代表に選出され続けるなど息の長い活躍をしたアスリートでもあります。五輪では最高位8位と世界のトップにはあと一歩及ばなかった父重信さんでしたが、アジア大会5連覇というアジア内での無敵ぶりからアジアの鉄人と称されていました。現役中から大学の教員としても活躍していた父重信さんは1980年に中京大学の准教授へと昇進したほか、現役引退後の1989年には同大学の教授にまで上り詰めています。スポーツ指導者としても中京大学の陸上部監督を歴任した他、アテネ五輪日本代表のヘッドコーチなどにも就任している父重信さんは室伏広治さんにとってはまさに自慢の父親といえる存在でしょう。室伏広治さんの母親であるセラフィナ・モリッツさんはルーマニア出身の元やり投げ選手でした。アジアの鉄人と称された室伏重信さん同様にセラフィナさんもかなり優れたアスリートだったようで、18歳の時にはやり投げの欧州のジュニアチャンピオンに輝いた経歴があるそうです。母セラフィナさんが父重信さんと知り合ったのは10代の時だったそうで、19歳の時には重信さんからプロポーズを受けていたといいます。1960年代後半という日本のみならず欧米でも早婚傾向が強かった時代ならではといえます。母セラフィナさんは1972年にルーマニア代表としてミュンヘン五輪に出場した後、同年に父重信さんと結婚しています。その後の母セラフィナさんは1974年10月に長男である室伏広治さんを出産し、1977年2月にも長女室伏由佳さんを出産しているため、結婚からしばらくは父重信さんと母セラフィナさんの仲も良好だったことがうかがえます。フィジカルエリートすぎる両親の遺伝子を引き継いだこともあり、室伏広治さんには超人すぎる身体能力の伝説が存在します。ルーマニアといえば欧州の中でも美女が多いことで有名な国ですが、そんな母親の血を受け継いだ室伏広治さんは少年時代は子役モデルをやっても良いくらいの絶世の美少年でした。現在ではヘラクレスのような肉体のイメージがある室伏広治さんですが、少年時代はそこまで恵まれた体格ではなかったらしく、ハンマー投げで世界と戦える体格じゃないと室伏重信さんからは判断されていたそうです。そのため室伏広治さんは幼少期から父とマンツーマンでハンマー投げの特訓をしていたわけではなく、興味のあるスポーツを自由に選べる立場だったようです。2世選手にありがちな親の多大な期待に押しつぶされそうな日々とは縁遠かった室伏広治さんでしたが、中学時代に両親が離婚をしてしまうなどといった苦労も経験しています。室伏重信さんとセラフィナ・モリッツさんが離婚をしたのは1988年で、当時の室伏広治さんは中学2年生という思春期真っ盛りの時期でした。室伏広治さんの両親が離婚した原因に関しては諸説あります。父重信さんの側はセラフィナさんに重大な裏切りがあったと主張しているそうですが、母セラフィナさんの側は重信さんに家から追い出された後に男性と知り合い再婚したと主張しているようです。当時は中京大学の教員としてだけはなく、陸上部の指導者としても大忙しだっただけに、夫婦間のすれ違いが結婚17年目の離婚という結末につながってしまったことは間違いないでしょう。セラフィナさんの気になる再婚相手ですが、バブル経済最盛期である1980年代後半らしく、青年実業家の男性です。室伏重信さんと離婚した後、A さんと再婚をしたセラフィナ・モリッツさんですが、1990年頃に第3子となる室伏秀則さんを設けるなど、当初は幸せな日々が続いておりました。父重信さんとの離婚時に親権は取れなかったセラフィナさんでしたが、離婚後しばらくは子供たちとの交流は途絶えていなかったようで、母子4人で仲良く写真に収まっていた時期もあったようです。再婚後のセラフィナさんの幸せな日々が崩れ去った原因はバブル崩壊でした。バブル崩壊の余波により事業に行き詰まった A さんは多額の借金を背負ったまま失踪し、セラフィナさんは小さな子供を抱えたシングルマザーとなってしまいました。元五輪アスリートとはいえ、重信さんと結婚後は専業主婦を続けていたセラフィナさんだけに、 A さんが失踪したからといって社会復帰することは難しかったようで、1995年前後から生活保護の世話を受けることとなってしまったそうです。セラフィナさんのこの窮状ぶりに関しては、後にスキャンダルとして室伏広治さんの身に降りかかってくることになります。室伏広治さんにスキャンダルが降って湧いたのは2015年6月のことでした。週刊大衆市場において室伏広治さんを告発したのは実弟である室伏秀則さんです。怒りの告発内容は、母セラフィナ・モリッツさんと絶縁状態になっている兄たちへの非難となりました。室伏秀則さんがこのような強硬手段に打って出た原因は、2015年5月に室伏広治さんが結婚した際にセラフィナさんに一言の連絡もなかったことへの義憤が大きかったようです。さらには室伏秀則さんの姉にあたる室伏由香さんが2008年に結婚した際にもセラフィナさんへの連絡はなかったようで、母子間の深刻な断絶ぶりがうかがえる事態の一つとなりました。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価をお願いします。